どうも、キューティクルでかい馬田です。おもしゃおしゃ、カサゴ。誰しも憧れる晴れ男。雨だろ、お前。なんならこれすげえ曇ってるぞ、お前。にん。なんだその顔、苦虫食ったみたいな顔して。あの、前にね、俺アニメート行ったの。したら、バカやばい個体のオタクになっちゃって、缶バッジを、こういうスピードで取ってるやつがいたの。モンハナ社交レベルで、こう、パシンって。ってことは、攻撃力やばいんじゃないかと思って。もう用意してきたんだ。なんすかそれ。そう、知りたいから。あ、マジお前評論家？そう、あの、オタクに飛行物体の。なんだオタクに飛行物体ってお前。足場によくいるんだけど。飛んでるってことですか？飛んでくるみたいな感じ。降り注いでくるってことですか？そういうこと、そういうこと。というですね、今回オタクの個体値調査ってことで、オタクに腹パンしてもらいます。で、腹パンしてもらって、攻撃力、守備力、あと属性、全部これ調査して、どのオタクが一番個体値が高いのか、これ検証していきたいと思います。あのちょっと腹パンしてもらっていいですか、まあ、ちょっとあの僕たちの個体値調査をしてまして、はあ、あの攻撃力を調べたいなと思って、はあ、よかったら僕に腹パンを置いてしまっていいですか。もう一回いいですか。ここに名前ニックネームとかありますか。じゃあタモで。え、タモ、タモさん。俺的にノーマスかなと思ってタモで行かせてもらいます。はい、これでアーティストみたいな名前ですよ。じゃあタモさん、まず攻撃力を調査します。タモさん、ちょっと攻撃力お願いします。はい、はい。待て、惜しく殺そう。まず攻撃力出ました。何だ、何回だろお前攻撃力。それシグマ取りました。シグマとか分かってんだろ。ゆえに何千攻撃力12。低いな。結構痛かったぞお前。いや12です。そうですか。じゃあの守備力を確かめさせていただいていいですか。守備力、はい、針に全力でコショコショしてもらうんで、その耐久値を確かめたいと思います。ゼロで。はい、やばい、友達になっちゃったよ。唯一の友達、秋葉の友達、リッキーが来てくれました。リッキーの今日はですね、そろそろリッキーと仲良くなりたいところで、個体値が知りたい。だから攻撃力を確かめたいんで、あの、腹回してください。思いっきり。はい、リッキーのポジション力出ました。これも1600点に。いや、微妙なんだよお前これ。じゃあ次は守備力なんだけど、じゃあちょっとくすぐってもらって、こいつがくすぐるからそういうちょっと耐えてもらう。じゃあちょっとくすぐっちゃって。はい、行け。お、耐えるね。来てる顔してる。ちょっと行きそうな顔してるよ。はい、出ました。珍しいよこれ。守備力笑顔です。強すぎた。強すぎて、もうずっとこの顔してたから。守備力これ。いや、にやけが止まらないってこと。そう、にやけが止まんないってこと。いやさすがリッキー。いや久々に会えてよかった。リッキー、相当久しぶり。ありがとう、なんか。いえ、また会おうね。また会おうね。また会おうね。本当、あ、早速、お、あ、いい。あ、あの、今、オタクの個体調査をしまして、はい、あの、オタクたちの攻撃力を確かめたいと思っていて、あの、腹パンしてます。出た、それ。え、ちょっと大丈夫ですか。あの、病弱個体とか出ないですか。大丈夫。元気ですか。元気です。余命とか大丈夫ですか。大丈夫です。あ、わかりました。じゃあ、まず、ポイズンマッシュさんから、はい、お願いします。ポイズン、突起力って言い方するな。じゃあ、ポイズンマッシュお願いします。腹パンお願いします。はい。思いっきりやっちゃって、本当に。怖いな。本当に。その構え危ないから、お前武道家みたいな交渉してやりますよ。よっしゃ。おしっこちぎりそう。お前膀胱がお前攻撃力2倍です。なんか2周しやがって結構強い。え、2周するのはお前山の杖じゃないんだから。ちょっと待って待って、新一の練習生のことないの。違う。いやお前マジで危ないじゃんこれ。あー、ほんとだ。いやお前マジで危ないやつじゃん。やばい。ちょっと待って、名前チームするキングビースト。あキングビースト。やばいお前、百獣の王だよお前こいつ。あの、知らないけど。はい。いや、やめろ、その、はい、引き手みたいな、やめろ。よし。いや、ほんと怖い。ねえ、マジ。逃げてる、違う。お前が食らうんだよ。よっしゃ、いけ。はい、攻撃力出ました。はい。マジ攻撃力マジ2兆国の国家屋さんと一緒だよお前。もうすぐお国の方になれるよ。あの、次はですね、あの、やっぱ守備力も大事だと思うんで、はい、ちょっとコショコショを貸してもらおうよ。どんだけ耐えられるか。じゃあ、あの、ポイントマッチのお願いします。はい、コショコショ、後ろから後ろコショしてね。はい、あ触り方がちょっとエッチだな。あー、これは耐えられるか。あ、笑いました。あと弱い、結構弱い。守備力マイナス 3.5 になっちゃいました。一撃だろ、一撃ワンタッキングだったから。じゃあ次、あの、キングビートかお願いします。キングビート、くすぐりちょっと耐えられる。めっちゃ強かったで。めっちゃ強かった。くすぐりは弱いと思うよ。キングめっちゃ鍛えられたわ。いや、神でちょっと真顔で言うのお前。お前どうだ。
あ、なった。はい、限界です。種類力出ました。5です。いや、マジか。圧倒的にパワーが高いから、はい、こういうこと最大の防御って言うって出ましたよ。出たわ。この髪型が物語ってる。全然出してきたから。いやでもあなた方はガチャで言うとまあレアぐらい。レアぐらい。レアぐらい。レアっすか。レア。だからあんまりどんどんと決まるしダメ。はい。次回、城之内シス、デュエルスタンバイ。